まあまあ、マットのあれをケアするのは一応普通かなと思ったけどね、俺も。クルメと。ネロティン。ナイス、優しいボタンだった。うん、優しい。蓋するだけやったの。え、どういうこと？ハンバーガー、ハンバーガー。ああ、そういうことね。ていっていっていっ。ああ、展望ダウンロードだからな。配線もキッチンか。次のターンは左で分かねえとな。開けるだけ開けといて。これタオルタスク終わるか。まあ笑いよね。うわっ、わナイスのタオルタスク。いい、これはマジ強いわ。ケンさん似た。ケンさん似と、なんか似てべボタンの神だ。うめけさん、うめけさん、クルーの時だけですこれ。なるほど。で、次みんな真ん中とかね、右に分け始めるんで、ここで左に分くといい感じに死人を隠せるんです。ほら、誰もいない。完璧。これが隠れ身の術、クルー編。一切死人ない状態で釣りをすぞ。なんでおめえこっち来たんや。なんで二人でこっち来てんの、お前ら。あ、ミさん怪しい。コミサボ中に展望入ってくるのも怪しすぎ、わろた。うん。あれか、直してね。シンネロ神。あ、今。うん。よーし、体消しますよ。自然な開け方。キャー、助けてー。プテ超直近ではアーカイブで死んでると思うわ。プテさんいましたね。一応慎太郎は、停電、あ、違う、コミュサーボ中に展望のアップロードしてましたけど、まあ直近ならプテの方を詰めましょう。うん、メイヤさんがシンプルに僕は怪しいけど、あ、僕梅剣さんだと思いますよ。僕はアーカイブにプテと梅剣を置いてシャワーに入ったらシャワーの扉が閉まりました。はい。で、シャワーの下の扉を開けて今メインホールの真ん中でプテが死んでるんで。メインホールの真ん中でプテさん死んでるんですか。あ、ごめん、プテメインホールの真ん中まで行ってプテが死んでるので、うん、基本的にアーカイブの中で死んでると思う。ああ、メイヤさんがその主張するなら別にローラーでもいいか。僕、メイヤさんとペテさんは残して僕、ラウンジ貨物の方に抜けてるんで。じゃあ、ローラーでいいんじゃないかな。うん。メイヤさんが、メイヤさんの主張って僕を残してきたっていう主張ですか。梅プテをアーカイブに置いてきた。ああ、じゃあローラーで大丈夫です。僕はメイヤさんが知らなくてもないんですか。はい。あ、じゃあ、ベントの可能性とかないんですか。まあ、あるじゃん。マットとかもある、あれ、そうじゃないの、成功で大丈夫それ、ローラーで、ほんまに。一応あるっちゃあります。プテはアーカイブに残してる、絶対。で、アーカイブの下の扉は閉まってると思いますよ。まだわかんないけど。で、まあ、一応、ショーは食い違ってたっていう感じですね。僕は、証拠機右のタスクをやって、アーカイブを通ってラウンジ行くときに、メイヤさんとプテさんがいて、その2人を残してラウンジで、貨物の方まで、貨物のまだ上らへんですけど、こっち前抜けてて、で、メイヤさんが僕を残してきたっていう主張があるなら、まずそこは食い違ってるので、まあ、キルに関係なく、まず対抗。
あ、それに関してはもしかしたらアーカイブで、あの僕はプテと、梅健さんをアーカイブに置いてきたっていうあれだけど、お互いにそれで下に、うん、僕が下、梅健さんがラウンジに行った場合ってその主張になる可能性があるから、うん、そこは対抗とは言わないかもしれない。あ、ただラウンジで誰もすれ違ってないんだったら梅健さんが、昇降機の右には誰もいなかったので、できるとしたら貨物からの弁当かシャワーからの弁当しかないです。最終位置洗っていいですか。一応エンジンです。エンジンです。あ、石油カメラで見てます。その2人、あれガミもいませんでした、うん、石油カメラつけた瞬間だったんでエンジンのとこしか見えてないです。ネロちゃんがエンジンの配線してるの見てます。ガミもエンジンです、うん、これもう釣ります。まだ一旦スキップでいいかなと思うんだけど、俺メインホール側からエンジンに入ってるから多分カメラには見えてないと思うよ。ガミネロが見えてます。そうです、うん、一旦スキップします。一応違う慎太郎さんの死にもあって武器庫から上に上がってってます。うん、だったらガミネロどっちかかなと思います。はい、またそこを死んだとした場合に、あ、またそこ最後、うん、アイブリさんってミーティングじゃなかった俺の後ろいたよな。お、あたさこくん、最後の人なんかおかしいな、うん、ちょっと先に確認したいことあるんで挟むんですけど、はたさこってカメラ情報もう一回聞いていい。カメラ情報エンジンのところつけただけで、最後エンジンを見ただけでネロガミが左から右に走ってますだけ。ハイブリさんって最後ミーティングいますよね。うん、うん、いないよ。え、僕の後ろ昇降機左ついてきてませんでした。うん、え、俺エンジンぐらいじゃなかった、そこまでメディングまで行けたっけ。そこら辺まで来てたと思いますけど、てか上がってなかった。じゃあ多分ラグじゃない。俺藤宮君の後ろにいる自覚はあるんだけど、俺多分エンジン宿舎ぐらいやなと思ってた。うん、まあまあ、じゃあ多分左側だから、うん、新田さん話していいですか、はい。僕と一緒にアップロードを展望でしていたのが藤宮慎太郎だったんですよ、うん、でそのしてる最中ぐらいで小見サボが来ました、はいはい、で藤宮が多分一番最初に抜けて、うん、その後慎太郎さんと僕が一緒に、武器庫側に行ってるのね、うん、で、行こうとしたら、小見サボ治ったんで僕は武器の下をしまいに行きました。そしたら藤宮がいました。だから俺より先に藤宮が出てるんだよね、はいはい、で慎太郎くんは何もせずに武器を抜けてるはず、上側に。わかんない、上でしまった可能性もあるけど、ネロちゃんが武器庫やるときに一緒に抜けてるってこと。うん、慎太郎さんが上、俺が、武器の下をしまいに行って、はいはい、じゃあ俺より前を走ってるのか、うん、はい、と思うよ俺の主張では。だから、うん、まあ俺とガミさんのラインがあるって言われたらもうそれはどうしようもないんだけど、うん、最後は合ってる。すれ違いでガミさんがアップロードに来て、その後エンジン配線やったらガミさんが、エンジンの、左側にいたっていう感じだから、はい、あとガミシェリフです。おお、なら、おたさんってどこに行ったんでしたっけ。おたさんってどこでしたっけ。これ金庫。金庫、はい。OK です。ゲンさんは、ゲンはコミサボを直した後に武器庫キッチン展望と良し展望からハトスクさんが出てきて、正しい展望のアップロードをしました。うん、展望に行かないです。ハイブリさんって左で死にされてますか。じゃあ全員左。ごめんごめん。ゲンさんをコミサボから直して出てくるのをハイブリが見てます。ハイブリさん一応左で見てるから右は絶対無理だと思います。じゃあもう名誉無けの裏でもいいよ。はい、トータスさん死にあります、うん、その金庫室ない。ない。ああ、まあそこだけぐらいかな、懸念点が。だってゲンさんが見てんじゃないの。あれ、いや、見てないよ。ゲンさんが見たのはハイブリだよ。あ、ハイブリさんか。うん、どっちから行くっすか。宮さん行きます。あ、宮さん、はい。で、ローラーまで。ほら、はい。じゃあ、コミサボ行きます。ボタンないので。ボタンないんで右ます。あ、じゃあ左で。左行けます。はい、うん。まあ、ハイブリさんかね。ネロちゃんのその情報を信じるのであれば、もう、多分ハイブリさんしかいないはず。うん。まあ、正直、メイヤウメ系はどっちかわかんねえな。まあ、どっちもありそう。うん。正直、50-50。リアクターも治る。はい、はい、道連れなし。
一回原産の位置聞いていいですか。私は最後展望のアップロードをやっていて、はいはい、その直前には畑迫さんが、展望からキッチンに出て行かれる様子が見えてます、うんうん、はい。結構下の方の下探しをしていて最後カメラ見たって感じでした。でネロちゃん、あ、まあ、ローラーする前提として慎太郎の話をするんですが、ネロちゃんの話が本当なら俺が武器庫下のタスクをやってる時に慎太郎が武器庫上側に抜けてってるってことだから、だから俺目線藤宮は関われないと思うんだよ、うん、ボタンまで行っていて、でガミさんが、コミュ前とかコックピット方向をうろうろしてましたよね。はい、でコックピットドア閉まってたので、うんうん、慎太郎さんそっちも行けてないと、だからエンジン側に抜けてると思う。で藤宮が宿舎に行った時、下だけ開いてて左右が閉まってたのでそこ抜けてるっていう線もないのでメイン行ってるとしたらハイブリさんかな、俺になる、うん、そうそう、うん、まあネロちゃんの嘘もあるけど、うん、ただしその場合俺原産とコミュニケーションで会っててその後エンジンメインに行ってるので、はい、慎太郎が出てる、上に上がってきてるんだったら原産が見てる。でも原産がコミュサボくらいですよね。直しそのコミュサボ直して以降お会いしたのがガミさんと畑迫さんだけなんですよ。原産コミュサボ直して武器庫通ってる。はい、新富士ガミの順で武器庫の上ですれ違っていて、その後にキッチンで原産と会ってるから原産は慎太郎さんのこと死にそうっていけません。あ、そうなんや。はい、藤宮君、宿舎下だけ開いてて左右開いてない状態、多分俺が左開けようとしてるタイミングぐらいやと、うん、ああなるほど。いやそう、でも原産クルーで置いた場合、原産でコミサボ直して武器庫下ってるんですよね、まっすぐです。あと梅県への3票を知りたいです。藤宮入れてる、ハイブリ入れてます。あとさ、あとネロちゃんの証言だと原産と合いそうじゃない、慎太郎。いや合わない、合わないの。だってあれコミサボ中ぐらいでしょ。でもさ、慎太郎がさ、慎太郎現ガミの順ですれ違ってるって言ってんだから、そこって新富士ガミです。新富士ガミか、新富士ガミ現です。だってネロちゃんと藤宮があの武器越したやってたのってコミサボ中から明けぐらいじゃない。明けた後じゃなかったっけ。まあだから明けた後ならったらなおさら原産と合いそうじゃない。原産コミサボ明けて、まあ、下ってますからね。うん、うんうん、はたそこと俺の情報あんまりあれは分かんないから何とも言えない。このターンハイブリさんは扉開けるの遅かったと思ってます。すいません。今言いようないわ。あん、えのちゃん証言シーンだと原さんと絶対合うくねえか。開けた後だとしても慎太郎が開けたわーでコミサボ無視してエンジン、まあ、ちょうど原さんが直して出る前に慎太郎がエンジン抜けて、でもその場合は結局うん、マイブリさんにならないか。うん、ガミさんシリフか。うん、うん、エロちゃんは無理、うん、停電一番最後右、藤宮君と一緒に直したもんね。はい、多分俺は触ってないけど、エロ富士がそこ上がってくるのガミも見てるので、うんうん、大丈夫そうかなと。ダサコどこで、あとゲンさんが、慎太郎さん見てないのは武器庫ですれ違ってたらおかしくはないのかな。別にガミ目線でも展望でアップロードしてるときに、まあでもネロが抜けてって、はい、あったそこが見たって言ってる以上もう上に抜けてるのは確定なんで、あった合ってないはまあ一旦置いといて、うん、エンジン方面に行ってることは確定してますね、ほぼ、はい、エンジンメイン。あったそこさんってどの辺にいたとかありますか。見てないね。これ藤宮君とネロちゃんしか今回見てないな。脇ガミさんと一緒だったのを覚えてる。俺も最初そのあたりと一緒やったら貨物で多分藤宮君ネロちゃん、今回はネロちゃんには白を出せますだけ、うんうん、アーカイブ脇、ラウンジ配線でその後貨物配線でネロちゃんと合流、藤宮君とその前にラウンジ貨物あたりですれ違った。初手の話したいんですけど、トータスさんってどういう動きしてました。どの日やろ、最初に初手最初のプテッシンキル、
とどんな動き、最初が金庫で金庫とは言ったけど、はいはい、どこから湧いたっけな、うん、ごめん、ちょっと覚えてないわ。基本的に左にいたって感じですか。左にいてたんちゃうか。メイン脇、エレキ、除染、その後登って、金庫ぐらいやったと思うんだけど、ごめん、間違ってたわ、ごめん、なんか混じってたわ、ごめん、うん、多分そんなロテやったと思う。まあ、今回のタスクはまだ7あります。やっぱハイブリさんに見えちゃうけど、原作見てないのも、まあ、メインに来てたらやけど、まあ、原作も俺も見てないという状態なので、原迫さんが死んだことで、まあ、私は比較的強くなれたかなと客観を思ってます、うんうん、まあ、やっぱハイブリさんぐらいしか、うんうん、今回は貨物バイタルエレキメインって言ってるけど、そこでは見てない。まあ、トータスさんも全然4対1だけど、うん、よね、実行可能じゃ、ハイブリさんよりもトータスやなとは思ってる。原作コミンサブ直すのが60秒じゃ多分終わんないです。あ、てか、AI 入れていいの、スキップしちゃったわ。俺は入れちゃった。ごめんごめん。ました。なんだ。今の議論で俺が逆に入れないんかいって。逆にお前が入れないんかいっていうね。完璧。たださっきのキラハイブリッドさんができるかどうかは微妙だよな。ほぼハイブリッドさんでいいはず。初号機右で倒れる死体から去っていくハイブリッドさん見たから、俺視点はどうなんだろうな。死体位置がどこなのか分からないけど、俺はリアクター直しに行って今シャワーアーカイブリフトで入ってます。ハイブリッドさんつって、まあ、マットだったら怖いけど、あ、アーカイブ行ってるけど、しゃあない、釣るしかない。タスクあと1分は無理ですか。いやー無理っすね。じゃあ、うん、後ろのアーカイブいてるけど見えてないのが大事。あとだったらもう負けや、うん、あとだったらトータスさんを切りに行けばいいですね。あとして暴れてください。大丈夫だと思うけど、うん、基本ハイブリさんだと思いますけどね、うん、射程の浮き方は、うん、じゃあタスクやらずにキル連打して走ってます。さんをハイブリッドさんください。かあ、もうちょい行けたかなと思ったけどな。タミさんを持って行ってくださいハイブリッドさん。タミさんを持って行ってください。いやナイス。ナイス。メケンさんか。ガミさんの位置からシェリフきついな。いやーそうですね。僕もガミさん最初疑ってでかかったですね。めちゃくちゃでかかった。ナイスバイクでした。地味にそっか、名埋めも太すね。地味は正直分かんなかった。そうなんだよね。どっちもある。地味くんが完全に俺疑ってる動きしてるから。そうですね。こっちには来ないだろうと思って、何て言うしたら、時間差で追っかけてきやがった、こいつと。リアクターに向かっただけです。でもあれ、藤宮切って後ろの到達さんに任せてワンチャンでお茶を切ったらワンチャンあったかなと思ったけど。ああ、そっちの方がよかったかな。藤宮が帰ってこない読みだったのか。藤宮君切ってくれって思ったら、上にネロちゃんの下見て、うわー。ちなみに霊界師だともうほぼ目の前で来た。あそこでニーヤンがパワー出して、あの藤宮くんがやってましたって俺乗ろうと思って頑張った。いやでも、ね、いや一応考えたんやけど、めっちゃそれまでの議論、藤宮くんなんかインポスターしてもめっちゃ白いと思っちゃってんもん。うん、うん、そう。白も出てましたからね。そうです、ね、うん。慎太郎はどういう動きしてたの。どうでした。僕普通に武器庫を、あ違う、アップロード終わった後タスク左になかったから、うんうん、そのままもう上回りでメインホールまで突っ切った。また忘れ違わなかったっけか、ゲンさんと。そうです、そうです、うん。